どうも、声です。もう夏真っ盛りでめちゃくちゃ暑いですね。ってことで怖い話します。いや、やっぱ夏って言ったら怪談じゃないですか。怪談とか怖い話とかさ。うん、心霊系とか。でも俺ちょっと用心スポイきれんからさ、いや、俺どうにかこれ心霊系のやつ取れんかなって思っとったよ。そして俺昔にな、なんかそういう体験したことあるんよ。まあ、怖いというか、ほんまになんか不思議な体験？うん、あんまり怖くはないんだけど、ちょっと不思議な体験したことがあるから、まあ、それちょっと話していこうかなって思うんですけど、これマジで期待せんとってください。ほんまにもう聞いた後に、ほう、ぐらいしか、感想しか出んと思うから、マジで。まあ、そんぐらいの、ゆるい気持ちで、ちょっと進むかな、ぐらいの気持ちで聞いてくれたらと思います。まあ、そうっすね。強いてタイトルつけるんだったら、天狗のおばあちゃん。コートでも名付けましょうか。はい。まあ、早速話していくんですけど、僕、おばあちゃんがいるんですよ。で、そのおばあちゃんが住んでる家っていうのが、まあ、ちょっと小高い山があって、その小高い山の、ふもとの辺、ふもとのちょっと手前ぐらい、斜めのところに立ってるんですけど、そのおばあちゃん家の、さらに上、てっぺんに近いぐらいのところに天狗の顔がついた神社があるんですよ。その神社っていうのはちゃんとした名前があるんだけど、僕ん家の人間はもうみんな天狗の面があるから天狗様みたいな感じで呼んでたんですよ。でその天狗様、天狗の面があるお神社とおばあちゃん家の中間地点ぐらいに結構高齢なおばあちゃんが住んでたんですよ。家が建ってんだよね。まあ、その天狗の神社の近くに住んでるおばあちゃんだから、まあ、天狗のおばあちゃんって僕ん家の人はみんな呼んでて、たまにね、お母さんとか自分の兄弟連れて、おばあちゃんどうみたいな感じで、確か遊びに行ってたと思うんですけど、まあ行ったらなんか大体お菓子をくれたり、その辺の部屋とかでなんか、まあ自分ら遊んだり、おばあちゃんとちょっと話したりとかしてて、まあ基本的にお母さんがそのおばあちゃんの相手してたんですけど、まあ基本僕ら兄弟で遊んだり話したり、おばあちゃんの話したり、お菓子食べたり。で、その、おばあちゃんの家っていうのは結構見晴らしがいいんですよ。もう全面ガラス張りみたいなテラスみたいなとこがあったんですよ。展望台みたいなそんな部屋があって。で、そっから海がバーって一望できるような。確かそんなだと思うんですけど、まあ、だんだんやっぱ行かなくなるじゃないですか。もう年が大きくなるにつれて、おばあちゃん家にもあんまり行かなくなっちゃうし、その天狗のおばあちゃん家の家の方も全然行かなくなっちゃって、全然天狗のおばあちゃんのことをたまに思い出すけども基本もう忘れちゃってるみたいな。そんな感じで、ある時、高校生ぐらいかな。高校2年生か3年生ぐらいの時に、その夢を見たんですよ。普通にこうすやすや寝てて、今夢見るじゃないですか。で、その夢で天狗のおばあちゃん家にいるんですよ。さっき言ったみたいな、その海を一望できるようなテラス席にいるんですけど、まあ、誰もいない。自分が誰もいないんですけど、誰もいなくて、その天狗のおばあちゃん家にいて、まあ、景色見渡して、あ、ここ、天狗のおばあちゃん家や、みたいな。で、ちょっと外に出て、まあ、周り見るけど、やっぱ誰もいない。で、はぁ？なんで油なんと思っとったら、まあ、パッて目が覚めたんですよね。で、起きた時に、あー、懐かしいな、天狗のおばあちゃん元気しとんかな、もうしばらく行ってないもんな、ってもう、その時高校2年か3年生で最後にいたのがもう小学校低学年ぐらいからもう言うに5、6年経ってるわけですよ、最低でも。その時はまあ元気にしたのかって思ったんですけど、まあお母さんとかにも全然天狗のおばあちゃん元気みたいな感じで全然聞かなかったんですよ。懐かしい夢見たなぐらいで。それで1年後ぐらいにたまたまお母さんと一緒にいる時にそれを思い出して、あ、そういえば天狗のおばあちゃんって今元気にしたんってまだ生きたんって言ったら、おばあちゃんもう亡くなったんよって。いつ頃って聞いたら、多分1年か2年か、まあそのぐらいじゃねえかなって言われたんですよね。で、俺それ聞いた瞬間、ってなって、その夢を見た時期っていうのが、そのおばあちゃんが亡くなったんじゃねえかなって言ってる時期と、大体被ってるんですよ。その先か後かわかんないし、実際にどうなんかっていうのはちょっとわかんないんですけど、大体合ってるんですよ、その聞いた話では。だからその夢っていうのは僕が何かを感じ取って見たのかなっていう。そして、それとその部屋に誰もいなかった、あたりに誰もいなかったっていうのも、なんか意味があるのかなみたいな、そんな僕の不思議な体験でした。へえ、ちょっとこれ暗いからもう電気つけていい？暗い、怖い。あー、怖かった怖かった。今ちょっと足プルプルするもん。今ちょっと怖くて足プルプルするもん。怖い。まあ俺基本的に霊感とかないから心霊体験ほぼほぼっていうか全くないんですけど、まあ、それぐらいかな。その一個不思議な体験があったかなぐらい。あとはまあ夜寝ててパッて目が覚めた時になんか足音みたいな、ドアを叩く音みたいな、ドドドドドドみたいな低くて重い音がドドドドドンって1分ぐらい続いたのが2回あったかな。ほんまにそれぐらいなんだけど、マジで霊感なし男のビビり男なよな。まあそんな感じでちょっとは涼しんでいただけたでしょうか。みんなもね、なんかそういう体験があったらコメント欄に書いて教えてもらったら、なんか面白いなって思って僕自身も楽しいし、そのコメントを見た人たちも楽しめるかなと思うんで、そういう体験がある方はぜひコメント欄で投稿していただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、こんな感じでちょっと終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。